ラルフ・マービン・スタインマンは、カナダの免疫学者、細胞生物学者。カナダ・ケベック州モントリオールのアシュケ・ナジム・ユダヤ人。カナダのマギル大学卒業後、ハーバード大学医学部で医学博士号を取得。その後アメリカのロックフェラー大学に所属し、樹状細胞の研究に取り組んだ。樹状細胞という用語は、1973年に、スタインマンとザンビル。 栄光によって作られたものである。2007年に水臓癌と診断され、彼自身が研究の対象としていた樹状細胞を使用した免疫療法を受けながら闘病生活を送っていた。2011年10月3日、スタインマンにノーベル生理学・医学賞が授与されることが発表されたが、その直後、 スタインマン本人は発表の3日前の9月30日に死去していたことが所属のロックフェラー大を介して家族により公表された。68歳没。1973年以降、この時点でのノーベル賞の規定では死者には授与しないとされているが、ノーベル財団及びカロリンスカ研究所が対応を協議した結果、スタインマンの場合は受賞決定の時点で財団と、 選考委員会が本人の死去を把握していなかった事情を考慮し、受賞者の選考は、スタインマン本人が存命しているという前提で行われたものであることを再確認した。その上で、受賞決定後に本人が死去した場合は、その受賞を取り消さないとする同章の規定に準ずる、扱いとして、今回の決定を変えず、スタインマン博士に賞を送ると、改めて決定、発表した。 ロイターの取材に応じた、スタインマンの娘によると、スタインマン本人は、入院先で発表が近づいていた、ノーベル賞の話題を振られたところ、発表までは持ちこたえないと、死んだら賞はもらえないからと茶化していたそうであるが、その前に力尽きることとなった。また妻によれば、発表の直前恒例の本人通知を行うべく、ノーベル財団の方から、スタインマンの携帯電話に着信が来ており、 動揺していたという、ありがとうございます。